行くかみんな。カリュブディス、そうよ、これがあったわ。リムルだけでは倒せなかった怪物。もしもあの時ミリムがいなければ。おる、帰るぞ。ああ、そうだ。カリオン様にぶん殴られたのは覚えてる。そこから先は記憶がぶっ飛んでる。情けねえ、情けねえって、そんな気分だったのは間違いない。あんなピエロどもの口車に乗ったこと、カリブディスを飼いならせなかったこと、目の前にあんのにカリオン様の背中は遠い。その理想叶えてあげてもよくてよ。あと、そうだ、自分の流した血に誰かが映ってて、そいつが喋り始めた。そこまでは覚えてる。今のところあいつらのマスは安定してる。もう大丈夫だとは思うが、本人たちはまだ実感ないだろうし不安だろうな。こないだはホットチョコレートだったが、今夜はココアでも作ってやるか。わあ、なんだ、ココアが光ってる。エンチャントココア。ああ、違うな、この光は。ココアどこ。なんちって、今度はいつのパラレルワールドだ。よう、待ってたぜ、リムル。リムルテンペスト。その格好、フォビオ？フォビオなのか？蒼天下のフォビオ。地を行くだけだった黒ひょうとは違う。今の俺は、天上天下の全てが狩り場だ。コク。個体名フォビオは体内のカリュブディスを掌握し、魔王種への進化が完了しています。魔王、あのカリュブディスを。今度はそうきたか。いるんだろイジス、今回もお前の差し金なんだろ。出てこいよ。無粋じゃねえかリムル、今は俺とお前しかいないんだぜ。イジスなんざ関係ねえよ。いやいや、お前もイジスに操られて俺を殺そうとしてるんじゃないのか。俺はもうかつての俺じゃねえ。そう何度も利用されてたまるかよ。今の俺は純粋に、ただ純粋にお前と戦ってみたい。うわ、まいったな。話は通じそうだが、戦いたいって言ってる以上、話し合いで引っ込んでくれるわけないか。助けてもらった恩を忘れたわけじゃねえけど、だからこそお前を超えてみたい。そうでないとカリオン様の背中すら見えねえのさ。やる気満々じゃねえか。わかったよ、来い。行くぜリムル、テンペストスケール。そりゃ鱗も出せるか、グラトリー。それだ、俺を救ったそのスキル。もう一発撃ってみろ。余計も防ぎもしねえ。随分な自信だな。消えちまっても知らないぞ。そら、グラトリー大変わりだ。今度ばかりは食えなかったな。魔力妨害か。カリブディスの時も本体は食えなかったもんな。でもあの時とはいろいろ違う。カリブディスには腐食効果が効いてた。でもこいつはそれすら効いてない。それにここにはミリムがいない。これ結構まずいんじゃないか。今度は俺の番だな。殺しちまったら悪いな。
やっぱりやるな。お前もな。見えすぎた世辞だ。まだお前、そこを見せてないだろ。お前も、な。まあな。いつまで遊んでるの、フォビオ。やっぱり出てきたか。いいじゃねえか、もう少し楽しんだってよ。あなたに楽しむ余裕があると思って。力の差は明白よ。カリブディスにならない限りリムルには勝てない。うるせえ、すっくんでるババア。俺に命令していいのはカリオン様だけだ。冗談じゃないわ。いたずらに長引かせてリムルに食べられたいの？食われて上等。そうなったら俺はそこまでの器だったってことよ。この戦いの勝ち負けも痛みも充実感も、結果死んだとしてもその死すら俺だけのものだ。こいつは俺の獲物だ、お前のじゃねえ。もう一度言うぜ、突っ込んでろ。あなたといい、シンシアといい、私のスキルから生まれたくせに私に抗えるなんて。やっぱりヴェルドラの因子を持つ者は手に余るわね。ヴェルドラの因子？個体名フォビオの中にあるカリュブディスのことだと思われます。そういやトライアさんが言ってたか、ヴェルドラの魔素だまりから生まれたのがカリュブディスだって。だけどシンシアもってどういうことだ？にしやがるクソババ。今よ、宿主が弱ってるわ。主導権を奪いなさい、カリュブディス。うっ、あっ、あっ、くっ、バカ野郎、汚ねえぞ、エイジス。バランスが保てねえ。これって、かつてイフリートがシズエイザワから主導権を奪還したのと同じ現象です。フォビオの力が衰え、カリュブリスを制御しきれなくなっています。私に背いた時点であなたは夢から覚めるべきなのよ。魔王を喰らいて目覚めなさい、カリュブディスを超えたカリュブディス、オルキヌス・オルタ。で、出た！おいおい、この音、また鱗飛ばしてくるか。あれ？なんだこれ？ふらふらする。オルキヌス・オルタの発する超音波によって三半規管に異常をきたしています。人体器官を使わず知覚を魔力感知のみに切り替えることを推奨します。この前の大雲時といい、また人体を攻略してきたか。急所になる期間まで再現しちゃってた。そうだった、このサメも出てくるんだったな。また一匹ずつ倒さなきゃ。お、あ、なんだ、何もしてこないぞ。俺を囲んでどうする気？見えない、魔力感知が効かない。コク、メガロドンの群れに囲まれたことで全方位を魔力妨害のカーテンに包まれた状態です。嘘だろ、魔力感知もダメ、目や耳もダメってことか。こいつらめちゃくちゃ賢くなってんじゃねえか。魔王種を取り込んだことで思考速度が向上、集団での狩猟術を身につけているようです。まるでシャチの囲い込みだな。で、俺はイワシか。氷河爆炎症との融合により起爆効果が付与されたテンペストスケールです。多重結界、無効、身体走行不能。人体だけじゃない、こいつらスライムボディごと俺を攻略しに来てる。7時の方角より第2波が、
ジか。魔素が使えないってことは大賢者まで完全に身一つで、しかも見ざる聞かざるで戦えってか。やっと弱ってくれたか。そんな、頑張ったらきだけでどうして攻撃が当たるの。こっちは本物の魔王と稽古してんだ。ここで役に立ってもらわないと報われねえよ。お前を倒せるのはミリムだけじゃないってことだ。そんな、ここまで強くなってるなんて、なんてスライムなの。あ、そうよ、スライム。シンシア、シンシアはどこ。オルキヌソルトが消滅する前に食べてもらわないと。はーい。あ、お、いた。あ、母様ただいま。あれ、あ、いただきますじゃなくて、ごちそうさま。まあ、こっちから探す手間が省けたわ。とんでもないことが起こる予感。面倒事はごめんだけど、避けられないんだよな。これが…父親だってのはイージスに吹き込まれただけだろ。逆になんで滅多に会ってなかった俺のことを父親だなんて信じ込めるんだよ。え、だって、だって疑うだろ、普通。疑うわけないじゃないですか。ええ、だって、だって初めてパパに会ったらパパだって気持ちが溢れたんです。パパだって小さい頃そうだったはずです。生まれて最初に抱きついた人が、その温かい人が親じゃないかもなんて、最初から疑う人なんかいるわけないじゃないですか。あ、そういやそうだな。親父やおふくろって別に誰に言われたわけでもなく、最初から親父でおふくろだったしな。親子ってそういうものじゃないんですか。少なくとも私はいっぱい悩んで、それでもあなたがパパだったらいいなって思ったんです。うん、母様がいて私がいて、それでパパだけいない家なんて嫌です。シンシア、シンシア、ズピ、せっかくパパがここにいるんだから、二度と逃げ出せないように捕まえなくちゃね。でもどうやればいいんですか。焼くのも切るのも効かないですし。物騒すぎる。確かに大抵の力はリムルに通用しない。でもこれを食べれば。何ですかその生首。オークデザートの頭よ。これを食べればリムルを抑え込めるはずよ。そうなんですか。見た目あれだけど、いただきます。やばっ。豚は豚らしく餌になってもらうわ。この子をシンシアに食べさせれば。確認。
認しました。個体名シンシア、進化を開始します。うわー、なんか来る、みなぎってきます。体内の魔素、スキル、彼女の持つ全てにおいてリムル・テンペストとほぼ同じ条件、水準になりました。この万能感、なるほどです。これがパパの見ていた景色なんですね。個体名シンシアはグラトニーを獲得。さあシンシア、思いっきりグラトニーを解放しなさい。やってみます。うわっ、超質量のシンシアがグラトニーを完全解放したことで、彼女の腹部を中心に強力な重力が発生しています。ダメだ、止まらない。シンシアの質量はマスターのそれを上回ります。彼女の重力に逆らうことはできません。重力に逆らえない？しまった、そういうことか。さ、熱も斬撃も打撃も効かないスライムだけど、唯一重力の影響は受け続けてたわよね。お、そっか、攻撃が効かないなら逃げられないようにシャンコに抑え込んじゃえばいいんですね。だから物騒すぎるっての。フォビオの世界が持たないわ。素敵よシンシア、その調子でリムルごと全てを飲み込みなさい。なんだここ。解析、メガロマニアの素体と断定、何者の理想も反映されていない虚無の空間です。虚無の空間、住み心地はそうですね、何もなくて寂しくて。寂しいのは嫌だな、やっぱりテンペストに住む方がいいや。こんなところに住んでたのか、本当に寂しいところじゃないか。こっちですよパパ。だからか、だからそんな必死になって父親を欲しがってるのか。もう話しません、全力全開で今日こそパパを捕まえます。止まってくれそうにないな。を感知しました。私の成長を見ててください。本気で行くぞ。出番ですね。やっ、行くぞ。レッド。承知いたしました。甘い、これでも食らえ。甘い。承知いたしました。我が主、参るぞ。これは使える。これならどうだ。レッド。甘い。出番ですね。まだまだ。甘い。全開でいきます。グラビティーノ、パパも一緒に。まずった。はい。承知いたしました。参るぞ。
見せてやろう。我が雷鎚、とくと味わえ、デスストーム。この勝利を我が主に。甘い。あとは俺が引き受けよう。承知しました。ふっ、やっ、まだまだ。せい。決めてやりますよ。閻魔明神尊、今の俺には一分の隙もない。俺は、まだ私は。大したことなかったな。スキルでもなく単純に力負けしてる。なんでだ、同じスライムなのに。先に伝えた通り、シンシアの質量はこちらより重いです。それゆえ一撃のパワーもマスターを上回っています。なんで俺より重いんだ。シンシアの胃の中に一部マスターが捕食していないものが存在するためです。俺がゴブタやランガを食うわけない。大事な仲間なんだから。だけどシンシアには友達もいなかったから。おコク、シンシアの引力に彼女自身が耐えきれません。このままでは自ら消滅します。な、シンシア、グラトリーをやめろ。嫌です、絶対に離さない。パパと母様とずっと一緒にいたいんです。ずっともっとそばにいて。パパ、そばに行ったら二人揃って消えちまうんだよ。死にたいのか。死ぬ、死んだら私はどこに行くの。どこも何も何もねえよ。なんだ、ここと、そんなに変わらないじゃないですか。そうだよな。何もない、暗い世界で友達もいないとか。そりゃ、そりゃ多分、死ぬより寂しいよな。そうだよ、俺は本当に死んだとき、あの時ですら案外寂しくないって思えた。見取られて、転生して、大賢者がいて、暗闇の中でベルドラに出会えたから。それからもずっと、俺の周りには、いつも誰かがいた。だから仲間は食わないし、周りを巻き込むような食い方もしたことなかった。シンシアにはそれがないってことだよな。そりゃ寂しいよな。不安だよな。パパ
不安がってる女の子、どうしたら安心させられる？そうだ。安心しろ。寂しくなったら、いつでも会いに来てやるから。な。パパ。だから死ぬな。もうやめろ。お前が死んだら、俺だって悲しいんだ。自分から近づいてくれた。今よ、飲み込みなさい、シンシア。ゴク、シンシアのスキル、停止を確認。重力、収束。嘘。そんな。一歩間違えば飲み込まれて終わりだったが、落ち着いてくれてよかった。しかし抱っこでブラックホールが消えるとは。本当の父親かはともかく、こいつはただ親のぬくもりが欲しいだけだったんだよな。なあイージス、お前シンシアを抱っこしてやったか？何よ。お前が本当の母親かどうかはどうでもいいことだったんだ。少なくともシンシアはお前を親だと思ってる。シンシアが生まれたばかりの時、お前は抱いてやったかって聞いてるんだ。鬼人の姫ともなれば、どどめき以上の魔物が生まれるかも。ねえお姫様、あなたの理想を叶えてあげましょう。え？理想？そうですね。もっといろんな可愛いリムル様を見てみたいです。え？スライム？ん？動かない。困ったわ。鏡の前にリムルたちがいる今がチャンスなのに。やっぱりここはドドメキに任せるしかないわね。まさかそんな、たったそれだけのことで。この子に初めて会った時、思いっきり抱きついてきただろう。きっとそれがシンシアの望みだったんじゃないか。抱き上げなかっただけで、たったそれだけで私の計画が潰れたっていうの？俺だって父親になった覚えなんてないけどさ。それでも抱っこしてやるだけで不安や寂しさが少しでも紛れるって言うんなら、いくらでもしてやるさ。冗談じゃないわ。シンシア、何してるの？もう一度よ、もう一度グラトニーを起動なさい。疲れた。力もう入らない。パパのお腹あったかい？シュピー。スリープモードに入ったみたいだな。諦めろイージス。遊び疲れて寝ちまった子供なんて本物の親でも起こせるもんじゃねえよ。シンシアの寂しさを利用して暴走させたんだろうが、その寂しさをそもそも埋めてやらなかったのがお前の敗因だ。どうして、どうしてこうも。あなたたちスライムは私の神経を逆なでしないと生きていけないのかしらね。まだやる気かよ。その子を抱いたまま、これが避けられるかしら。シンシアごとバカ野郎。
何がないのかわからないけど、確かになくなってる。足じゃない。もっと大事なもんを抱えてたはずなんだ。ん？大事な、何か。いや、誰かを。何？今の力。リムルとシンシアを弾き飛ばすほどの魔力。この魔素の感触。シンシアの残滓。あの子が消えかけた時、私に流れ込んだんだわ。最高！これなら私一人でもリムルを殺せる。シンシアも必要ない。くだらない親子ごっこもしなくて済むわ。